答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは父と母親からの遺伝の図を分かりやすくお伝えしたいと思います。昨日遺伝はお父さんお母さんから半分ずつ影響されてって話をしたと思いますが、ちょっと分かりづらいと思いますので、これ例なんですけれども、記憶の遺伝子をお金で例えます。記憶の遺伝子をお父さんお母さんお金で遺伝子だと思ってください。これ分かれますと。で、500円1円50円1円、まあそれぞれ配列の場所によって違うんですが、どうなっていくかっていうと、これどんだけ差が出るかっていうとですね、例えば父親から1円をもらって母親から1円をもらった人は2円の記憶の遺伝子になるんです。ただですよ、お母さんから50円もらってお父さんから500円もらったら550円ですよ。つまりこの差が出るんです。だからお母さんお父さんから生まれる子供で兄弟であっても全く別の性格になったりとか、能力の引き出し方が違ってくるんですね。でこう考えてくると、あんまり遺伝ってじゃそんなに深刻に考えなくても、あん半分ラッキーみたいなとこありますから、じゃあこの子になってこの子にとっていいものが何なのかっていうのを考えた方がより建設的ですよね。だからあんまり遺伝を考えずに、私たちのですね、生活環境とか、生まれてからどうやって遊ぶとか、何かを学ぶのかとか、どういう礼儀を身につけるかという後のやつを大事にしたいと思います。今日すごい分かりやすかったのでお伝えしました。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。